はいどうもこんばんは、青木です。現在僕は大阪市内にいます。ここは大阪市内の中央区ですね。この松屋町っていうねところで用事があったんで、今日はねここから地下鉄に乗って帰りたいんですけども、今日はねもともとロケをするつもりはなかったんですね。で、今日は松屋町ね、これ松屋町のこと、ここの辺の人松屋町って言うみたいなんですけども、まあ、そんなね今日は関係ないですよ。今日会った人からね、なんとね地下鉄谷町線の駅の放送が更新されたっていうね情報を聞いたんですよ。で調べたら1ヶ月ぐらい前からねもう更新されてるということで、今日の日付が1月22日なんですが、僕まだ聞いたことないのでね、それねちょっと実際に聞きに行きたいと、情報を入手したからね早く聞きに行きたいということでね、今日はね地下鉄に乗ってね聞きに行きたいと思います。ということで、このね松屋町という駅から地下鉄に乗っていきましょう。はい、ご存知の方も、いらっしゃるかと思いますが、この松屋町という駅はですね、はい、ここにありましてですね、で僕が住んでいる京橋というところはこの、緑色の長堀鶴見緑地線っていうので一本なんですけども、ここは谷町線の駅ではないと。で今日は谷町線にねどうしても乗りたいということなんで、この隣のね谷町6丁目って駅まで行って、そこはね手間橋まで行って、でそこは京阪電車で京橋まで行くというね、めっちゃ遠回りをね、しかもこれ京阪にねわざと課金してまでね乗らないといけないんでね、本当やったら地下鉄の運賃だけでいいんですけども、でもねそんだけしてちょっと新しい放送をどうしても聞きに行きたいということで、今日はね皆さん一緒にね聞きに行きましょう。ということで、ここの一駅だけまずは鶴見緑地線乗っていきましょう。はい、谷町6丁目駅、一駅だけ乗ってきました。これ乗ったらね、もう自分の家に直通するのに、あえてね、ここで乗り換えるというね、これから一生に二度としないようなね、ことをですね、今からやろうとしております。はい、谷町線はね、こっちみたいですね。今度エスカレーターでは行けないみたいです。こんな感じでね、ちょっと最初から谷町線のホームで撮るんじゃなくて、この聞きに行く時のね、ワクワク感をもう皆さんにお届けしたいと思って、あえてこうしてます。はい、谷町線の乗り場にやってきました。さっきね電車が行ったんで、その時にちらっと聞こえたんですけどね、まだ、本格的に耳にしていません。ということで、さっき行った電車と反対方向のやつがねもうすぐ来ると思うんで、ちょっとそれを聞いてみましょう。こっちは女性の放送になると思いますね。電車をお待ちのお客様にお願いいたします。ホームの端は大変危険です。黄色い点字ブロックの後ろでお待ちください。今の放送はね、前から使われてるやつですね。電車が来る時の放送がね、更新されたということです。1番線に八尾南行きが到着します。危険ですので、黄色い点字ブロックの後ろまでお下がりください。はい、とりあえずね感想は目的地の天満橋でね京阪を乗り換えるタイミングぐらいで述べようと思いますけども、逆方向の電車がね、もうすぐ来るそうなんで、それもね、聞いていきたいと思います。でその電車に、ね、乗って私たちはですね、天満橋まで行きます。2番線に大日行きが到着します。危険ですので黄色い点字ブロックの後ろまでお下がりください。乗りましょう。はい、天満橋駅で時間がなかったので、
京阪電車の天満橋駅から京橋駅までの車窓を見ながら感想を言っていきたいと思います。まあ、今回の新しい放送っていうのがコンピューターの音声合成で作ったということで、他でも言われてると思うんですけども、やはりですね、前の放送に比べて不自然であったりとか、そういうような感じは覚えました。で、これは実際に人の声を録音したりとか、でそれをメンテしたりするというですね、時間とかあとお金をかけないためにということで、効率化の取り組みであると思うんですね。なので、まあそれは評価できると思うんですけども、一方でちょっと聞き取りにくさですね。どうしても音声合成だと、例えば八尾南がね、なんか八尾南って英語の放送で聞こえてたりしたので、まあそういったところっていうのは改善されるべきなんじゃないかなというふうに思います。多分ね、今後改善されると思いますので、だとしたら、こういったね、ぎこちない放送が聞けるっていうのも、ある意味今のうちだけかもしれないので、このね、放送が聞きたい方は早めに行かれるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで今回は谷町線の新しい駅放送をご紹介しました。どうもありがとうございました。